はい、どうもふみちゃんです。今日僕はね、神奈川県横浜市の戸塚駅に来ております。東海道線と横須賀線の駅ですね。今日この後ね、僕は鶴見の駅、横浜市の鶴見駅付近で宿を取ります。この後ね、11時50分頃ね、最終東海道線の品川行きでね、横浜まで向かいます。それまでね、約1時間弱時間がございますので、それまでね、この戸塚駅を通るね、電車や貨物列車もこの時間帯ね、非常に多いので、1時間弱ですが、撮影していきたいと思います。
乗車口1号車から3号車と6号車から11号車です。
刻はね、まもなく23時50分になります。まもなくね、僕が乗る品川行きのね、東海道線列車が参ります。夜の11時を回っておりますがね、かなりの、乗降客数を誇ります。この戸塚駅のね、撮影ですね。夜の11時を回っても、乗降客数に比例するようにね、それなりに、列車の本数もございます。はい。またね、この駅に、この時間帯に立ち寄ったらね、通過する電車やね、貨物列車等をね、多数撮影していきたいと思います。今回の動画はこの辺で締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いいたします。